はい、私は今土浦市田村町にある達者家村吉田農園レンコン直売所に来ています。レンコン今が時期ということで来たんですが、ここについてまず景色の良さに目を奪われました。右手には赤い色づきが終わりつつある筑波山、正面には土浦市街地、手前には蓮畑が広がっています。今日は空気が澄んでいるということで、土浦市街地の奥には富士山が見えるんです。今は雪化粧ということで真っ白の富士山見つけた瞬間、今日ドライバーとして一緒に入っています中原さんと思わず叫んでしまいました。そんな素敵な場所、土浦市田村町にある達者家村吉田農園レンコン直売所ですが、こちら建物、倉庫のような建物に達者家村レンコン直売所という看板がとても目立ちます。レンコンに目と口、そして手と足がついた可愛いイラストも気になりますが、ではこの時間ちょっとこちら直売所の中お邪魔してみましょう。こんにちは。はい、いらっしゃいということでお話しいただきましたが、こちら事務所になっているんですね。はい、お名前伺ってもよろしいですか。一応代表してます吉田と申します。吉田フルネームで修行です。はい、吉田修行さん、そしてはい、吉田さなえです。はい、奥さんのさなえさんということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。こちらレンコン今が旬ということなんですけども、レンコンあまり置いてないですね。はい、一応こっちは事務所なもんで、一応作業場の方には担当ございます。ではちょっと奥、作業場も見せていただいてもよろしいですか。はい、はい、奥が作業場ということでちょっとお邪魔してみたいと思います。奥からは確かにレンコンを洗う音でしょうか、シャカシャカシャカということで、素敵な音も聞こえてきました。あ、今日は6人の方が作業をされていますね。うわー、レンコンが山積み、しかも大きいですね。はい、はい、大きいでしょ、かなりボリュームがありますよ。はい、本当に。そして一つ一つが大きいということなんですが、お父さんが持っているレンコン、これ腕ぐらいの大きさありませんか。立派に育ちましたよね。本当にレンコン今が旬ということですが、今年の出来栄えというのはいかがですか。そうですね、まあ一応旬と申しますも、一応10月から3月、半年間ぐらいが一応旬なんですね。そうと、特にこの12月に入って、これからこれに向かってが一番需要期といいますか、消費が伸びる時期なんです、はい、だからみんな朝早くから頑張ってやってますんですけど。そうですか。今日はちなみに何時くらいから作業されてるんですか。朝ですか。朝暗いですよ。6時です。ああ、確かに6時はまだ暗いですね。毎日6時にも出るんです。1日どれくらい収穫はされるんですか。そうですね、まあどのくらいだろう、まあ、午前中一応なんですけど、はい、まあ、コンテナに入れるとこれ8ケースぐらいあるんですよ、4キロにするとね。これを15個ぐらいやります。うわ、すごい量ですね。それだけ今の旬のレンコンが美味しい、そして皆さんに、こちら食べていただいているということなんですが、こちら吉田農園のレンコンの特徴というのは、さなえさん、どういったところがありますか。はい、EM を使って栽培しているというので、有機栽培の一つです。おー、EM というのは、はい、有用微生物を使いまして、使って、肥料をつ自分たちで肥料を作るんです。はい、土作りにとてもいいものなんです。はい、じゃあ土から、はい、そういった肥料から、はい、丹精込めていろいろと考えて作られているレンコンなんですね。あ、そうですね、はい、出来上がったレンコンは甘いです。お、はい、レンコンが甘いということで、どんな味なのかも気になりますが、こちらレンコン栄養が豊富というお話も伺ったことがあります。はい、豊富なんでしょうか。はい、
ビタミン C はでんぷんにこう囲まれているもので料理しても壊れにくいものなんですね、はい、だからこれから風邪を吹くシーズンなんですけれど、はい、そういうものを食べて免疫力が高まる野菜です。はい、ぜひ免疫力高めていただきたいんですが、お父さん、レンコン、美味しいレンコンの見分け方ってあるんですか？あ、そうですね、うんうん、後ろからまたまたレンコンを出してきていただいて、はい、要は切り口ね、はい、切り口が新しいっていうか変色のないものが一番良いですよね。新しいかどうかはこの切り口で塗ると、うん、だんだん古くなるとですね、鮮度が落ちますと中まで変色しちゃうんで、直接空気と触れてるこの切り口が一番目安となると思うんですけど。わかりました。切り口がどちらかというと白に近いクリーム色、本当に綺麗な色をしているものが一番いいということで、皆さんもぜひ参考にしていただければと思いますが、では美味しいレンコンの選び方も分かったところで、美味しいレンコンの食べ方教えていただきたいんですけれども、お父さんありますか？はい、用意してございます、ね、用意してあるということで、では事務所の方にまたまた案内をされまして、こちら入ってきますと、うーん、いい香り、こちら何ですか？なんだかニンニクのいい香りがしていますが、いや、レンコンを焼いたものなんですけれども、はい、ただただオリーブオイルとニンニクで焼いて、焼き上がいい色に焼いたら塩コショウだけで、はい、とっても美味しくなります、はい、バジルでもあればちょっとこう散らしてね、はい、焼きレンコンということで、お母さんこれ私ちょっと食べてみたいなと思うんですけど、はい、いいですか？はい、食べてください。はい、ということでお母さんにちょっとおねだりしちゃいました。では今一番大きいの取ってくださいました、ありがとうございます。あ、1個で大丈夫ですよお母さん、そんなね何個も取らなくて大丈夫ですので、はい、ありがとうございます。そして最後のこちら味付けということで塩コショウ振っていただいています。ではこちらありがとうございます。では焼いたレンコンということで、熱々のちょっと焦げ目がついているあたりがまた美味しそうです。いただきます。うん、甘みがそのまままだ残っていて、とってもレンコン美味しいです。その中に塩コショウのちょっとしたスパイスがまた効いていて、これ一番レンコンの美味しさが味わえる、そんな料理になってますね。簡単で美味しいと思います。はい、ということでこちら焼きレンコンいただきました、ありがとうございます。さらに奥に入りますと、お母さんがですね、素敵な、はい、料理またまた用意してくださっています。こちらサラダと、奥にはゴロゴロっとこう煮たレンコンがあります。手のひらをですね、ぐっとこうグーに丸めたぐらいの大きさのレンコンなんですけれども、こちらレンコンのサラダということで、レンコンスライスしたものと、人参、そしてきゅうりがあえてあります。はい、ではこちらもいただきます。ありがとうございます。はい、こっちはサクサク感がまだまだ残っていて美味しいですね、はい、本当にレンコン何にしても美味しいということで、はい、ぜひ皆さんもですね、レンコンいろいろな料理でぜひ楽しんでいただければと思います。ちょっと口の周りにもレンコンのこちら食べた鼻がついたままお話をさせていただいていますが、こちらレンコンの美味しさ、ぜひですね、最後になりますがメッセージいただきたいと思います。ではお願いします。今年は天候にも恵まれまして、実入りした立派なレンコンができました。ぜひ、ね、レンコン独特の味があるんで、ご賞味いただきたいと思います。はい、はい、ではお母さんからもお願いします。はい、とっても美味しいレンコンなので、はい、これから風邪をひかないように食べてください、はい、ということでお話を伺いました。こちら吉田農園の吉田、こちら茂雄さん、そして早苗さんでした。お二人ともありがとうございました、はい、ありがとうございました。
ではこちら吉田農園レンコン直売所についての詳しい情報です。土浦市田村町1100番にあります直売所、常磐自動車道土浦北インターからおよそ10分土浦方面にまっすぐ走っていただいて、手の町南信号を右に曲がって500メートルから600メートルです。詳しいことは電話029-828-0545 029-828-0545、またはホームページをご覧ください。こちらから新鮮なレンコンを全国へも発送を行っています。どうぞご利用ください。この時間は土浦市田村町からレンコンについてお伝えしました。